冬の大雪や雪崩で開通が遅れていた富士スバルラインが25日全線開通しました。富士スバルラインは毎年冬の間、1号目から上は通行止めとなり、3月下旬から4月上旬にかけて開通しますが、今年は2月の大雪や3月に4号目付近で起きた雪崩の影響で開通が遅れていました。この日は開通を待ちわびた観光客らが早速訪れ、雪がまだ残る展望台から景色を楽しんでいました。